裾野市や御殿場市などにまたがる陸上自衛隊東富士演習場で恒例の野焼きが行われました。東富士演習場では毎年この時期に自衛隊や地元関係者らが雑草やツツガムシなどの害虫を駆除する目的で野焼きをしています。こうすることで鑑賞価値の高い山野草の成長が促されます。この野焼きでは2010年に3人が焼死しました。事故以降安全対策を強化していて、今日もおよそ900人が風速や湿度を測定した上で炎が燃え広がらないように警戒しながら作業を進めていました。